皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習の歴史第4回目は奈良時代の復習をします。ここでは奈良時代で覚えることいくつか絞ってあります。そしてその各絞った内容をいくつかに分けて覚えていくんですけれど、皆さんはどうぞこれを覚えながら自分でこの項目だったらこんな質問でこう答えればいい、これを意識して学習してください。そして質問に対して答えがスラ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 出るような練習をしましょう。で、毎回書いていたんじゃすごく時間かかって大変です。でも口で言うだけだったら短い時間で何回も繰り返すことができますよね。やはり何回も繰り返すことで頭に入っていくんですね。ですからまず書くよりは口から言う、ね、答えを言えるようにする、そういう練習をしていきましょう。では学習に入ります。奈良時代というのは710年奈良に平城京、こういう都ができました。この平城京ができてから平安京に都が移るまで、これを奈良時代と言います。この時代遣唐使を唐にたびたび送っていたので、唐の文化の影響、これを強く受けた文化が栄えました。では天平文化、これに入ります。この天という字に平と書いて天平と読むので覚えてくださいね。天平文化、聖武天皇の時代の文化、これを天平文化と言います。聖武天皇どんなことをしたかというと、国ごとに国分寺国分二寺というお寺を建てました。また都に東大寺を建てて、そこに大仏、これを祀ります。また唐から偉いお坊さん、これを招待しています。鑑真ですね。この唐から鑑真を招いているんですけど、鑑真は唐の皇帝の許可を得ないで日本にやってきていますね。隠れてやってきたんですね。で、何回も何回も日本に来る、失敗するんですよ。船が難破したりしてね。そしてようやく日本にたどり着いた時には目が見えなくなっていました。そんな風にして苦労して日本にやってきて、日本では東照大寺というお寺を建てています。なぜこんな風にお寺をたくさん建てたり偉いお坊さんを呼んだかというと、仏教の力で国を守ろうとこう考えたんですね。この時代この青い部分で、説明してありますけど、日照りとか地震がたびたび起きて、天然痘という病気が流行って、たくさんの人がね亡くなったんですよ。もう人間の力ではどうにもならない。だから仏教の不思議な力で、仏教には当時不思議な力があるって信じられていて、その力で国を守ろうと、守ってもらおうと考えて、このようにたくさんお寺を建てたり偉いお坊さんを招いたりしたわけです。この時代本もたくさん作られています。古事記、日本書紀という日本の歴史の本、また地方の地理とか伝承を記した不動記という本も作られました。字で言うと古事記の記と日本書紀の記は漢字が違っているので、ここ気をつけてください。古事記の記はごんべんの記、日本書紀の記は糸編の木ですよね。ここの部分間違えないようにしてください。それから日本最古の和歌集である万葉集、これもまとめられました。ではここの部分もう一度言うと、聖武天皇の時代の文化を何と言いますか。天平文化。聖武天皇どんなことをしましたか。国ごとに国分寺国分二寺を建てた、都に東大寺を建てて大仏をまとった、祀った。それから鑑真、唐から偉いお坊さんである鑑真を日本に招いた。なぜそんなことをしたのと。仏教の力で国を守ろうとしたから。この時代歴史の本ができた。どんな本があった。古事記と日本書紀と、地方の地理とか伝承をまとめたのは不動記と、日本最古の和歌集は万葉集と、このようにスラ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 答えが出てくるように練習しましょう。さて奈良時代の税金です。奈良時代も判田収授の法によって6歳以上の男女に区分田、これが与えられました。区分田というのは前回の飛鳥時代のところでありましたけれど、国から与えられる田んぼのことですね。これ区分田と言いました。これ6歳以上の男女に与えられたんですね。そして税金、テストに出やすいのは3つなので3つ書いてあります。祖、徴、用、ね、祖、徴、用、この3つです。祖というのは収穫した稲の 3%、 徴というのは地方の特産物、用というのは都で働く代わりに布を納める、こういう税金です。だいたい10日の労働で
8メートルくらいという記録が残っています。布8メートル、ね、こういう記録が残っています。収穫の稲の 3% なんか少なくない、劣化を感じちゃう人がいると思うんですけど、いやそんなことないんですよ。この3つの代表する税金ですけれど、みんな地方の人都まで運んでいくんですよ。大変ですよ。遠くの人はすごい大変ですよね。運んでいく費用は誰が持つの？自分持ち、宿泊するときは自分持ち、食べ物も自分持ち、都に着いた帰ってくると、その途中で死んじゃう人なんかも出るんで、逃亡する農民の人がたくさん出ました、ね、そこでこの墾田永年私財法が出されることになるんですけれどね。はい、奈良時代飯田修司の方で与えられた田んぼのことを何て言う？区分田。区分田って何？って6歳以上の男女に与えられた田んぼのこと。代表する税金は租、徴用。租って何？収穫して稲の 3% を納める税金。徴って何？地方の特産物を納める税金。要は都で働く代わりに布を納める税金。こんな風に口で言えるようにしましょう。さて、墾田永年私財法ですね。これは新たに開墾した土地の永久使用、永久にあなたのものですよという、これを認めた墾田永年私財法、これが出されました。これなぜ出されたかというと、ここで言った通り農民逃亡しちゃって、区分田が荒れちゃって、もう田んぼとして使えないと。さらに人口が増えて区分田が足りなくなっちゃった。で、区分田がなければ税金取れないと。じゃあどうしようと。じゃあ今まで通りだとダメだから、私有を認めちゃおう。新しく田んぼ作ったら、ね、田んぼじゃないところを田んぼにしたら、それはあなたのものとして永久に使っていいよと。そういうことで墾田永年私財法って出されたんですね。で、このために公地公民、覚えてますか？国が土地と人民を直接支配する仕組み、これ公地公民でした。これが崩れていくんですね。つまり私有を認めたということは、国のものじゃない土地が出てくるってことですね。ですから公地公民はどんどん崩れていっちゃいます。さて、ここをまとめると、墾田永年私財法ってどんな法律と、新しく開墾した土地の永久使用を認める法律、これによってどんなことが起きたの？公地公民、これが崩れていったと。では上から下までまとめていくと、710年奈良にできた都をなんていう？平城京と、この時代遣唐使を送っていたので、どんな奈良時代はどんな文化が栄えたのと、唐の影響を強く受けた文化が栄えたと。天平文化ってどんな文化？聖武天皇の時代の文化と。聖武天皇の時代の文化は何て言うの？天平文化。聖武天皇どんなことをした？国ごとに国分寺、国分二寺というお寺を建てたと。都に東大寺を建てて大仏を祀ったと。唐からは鑑真という偉い坊さんを日本に招いた、ね、こういうことですね。で、歴史書ができた。どんな歴史書？古事記と日本書紀と。地方の、地理とか伝承をまとめたものは不動記と。日本最古の和歌集は万葉集と。奈良時代の禅院、どんな禅があったの？祖、徴用。祖って何？稲、収穫した稲の 3% を納めるものと。徴って何？地方の特産物を納める税金。用って何？都で働く代わりに布を納める税金。墾田永年私財法ってどんな法律？新しく開墾した土地を永久に使用していいよと認める法律。さて、これによってどんなことが起きたの？公地公民の制度が崩れていったと。このように口から出すだけだったら短い時間で復習できますよね。ですから皆さんね、この口から出す練習をまずして、それができたらテスト、漢字で書かなきゃならないものもあるので、口から出るようになったら書く練習をしていきましょうと。皆さんの中でこの動画役に立ったと思った方、どうぞチャンネルの登録をお願いします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。